はい、ひろゆみです、今回もレッツゴー EV 続きやっていきたいと思います。前回は、三単語を攻略して祭りから倒しましたんで、今回はチーム戦やっていきます。ライトニングタフガイ、そんな2つなんだったっけ。なんか稲妻アメリカンとかじゃなかったっけ。あ、なんかまあポケモンの世界でアメリカってどこやねんって話になってくるしな。何調査法。はい。ああ、トラップね。なんか、わかりやすいの。あれね、赤いゴミ箱。ほう。これやっていくか。まあ、毎度おなじみですね。まあ、バトルもやっていくか。ああ、はい、まあ。まあ、そういうブレーン要因もね、必要ですからね。電気グループっていうの、赤緑系統にしかいないよな。あ、キウイにもいたかな。あ、でも、あんまり印象にないから、まあ、多分、ここにしかいないと思う。光の壁。まあでも、物理技で攻めるんで、あ、もう関係ないっちゃ関係ない。まあちょっと前回戦闘が変わってないので、うわー、自爆大人げないぞ。あ、では半分か。あー、ちょっと変えよう。そう、今回ビリオンがちょっと使えないね。まあ電気タイプ、飛行タイプは相性が悪い、さっきのね、お兄さんが言ってたんで。そう。一気バブル。スピードした。なるほど。あー、そうか。機械の壁の存在忘れてたわ。まあでも回復できるから、まあ。電光石火撃ったらどれぐらい入る？タイプ1やけど、スピードスター、はい。次で落ちるか。よいしょ。はい、オッケー。はい、ありがとうございました。電気グループだけにか。さあ。赤い子の子隣にはスイッチはなさそう。あ、ヒントくれるんだ。じゃあ、高橋さんなんかヒントくれるんかな。はいはいはい。辰彦さん、よろしくします。コイル。まあ、コイルは、二の出蹴りが、抜群に入るから。はい、二の蹴り。電車はね、打ちません。はい。電気タイプは麻痺状態にならないんで。これ XY からの仕様なんで、超音波危ない。まあ、コイルは自爆とか覚えてない、覚えられないはずなんで。わー、超音波。どうだろう。ラスト一発やねんけどな。これはず、これで自称したら変えよう。あ、自称した。電気ショック、半減やけど。交代しよう。遠慮蹴り。ケイ。はい、ありがとうございました。で、はあ、それはまあ赤緑かしらない。ちょっと並び替え、
はい、イーブイ先頭にしよう。まあちょっと最後の戦闘終わったらちょっと解説に行きますけど。おお、で今ジェントルマンなんや。おお、じゃあ少佐より階級下なのか、軍曹どこかな。やっぱりもう軍少佐とか聞くとさ、やっぱなんかワンピースの海軍のやつをちょっと思い浮かべてしまうんで、そうなるとあんま少佐ってあんまいないからな。まあ、高橋ね、結構マイナーキャラだと思うんで、大佐は結構いるけど、少佐はあんまりいないんだよな。ありがとうございました。はい、どうも。はい、じゃあ回復から戻ってきました。じゃあヒント聞こう。青いゴミ箱隣よ、ああ、ありがとう。ありがとう。で、なんか、赤い箱の隣にはないみたいなこと言ってたから、じゃあ上ってこと？あ、めっちゃ簡単やん。マジで、最初の、マジでリメイク前のやつとかさ、めっちゃ難しかったよな。マジでランダムっぽい感じやったからさ、はい。Welcome to Kuchiba Jin. Hi baby, you're the challenger. ははそんな半端なパワーでメインに勝負するとはいい状況ね。なんか、かね、ルーお芝居やん。はい。で、稲妻アメリカンじゃない。マジさん。はい。もう、この対比から戦闘は、イーブンにしております。どうしようかな。11バブルで。あー、壁張ってくるか。そう、早いんだよな、ビリーダーはね。じゃあ、ちょっと電光石火かな。10番ボルト。強っ。まあ、電光石火。そう、結構苦戦するな。絶対電光石火。回復が効かないよね。OK。そしたらレベル22。あ、動画外で、ちょっと、あれを、レベル上げとかしてるので、ちょっと一旦交代だ。あ、かわいいな。あ、で25高いな。とりあえずインキズグッチュリかな。結構レベル上げしたつもりなんやけど、あ、10万ボルト使ってくる。あ、でも半分、マジで半減でもう半分ぐらい削られてんのか。あと、こっちの方が早い。来たねー。ソニックブーム、おー、なるほど。ここはさすがにちょっと回復ですね。いや、結構苦戦するな、今回。オッケー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 、のぎり。10万ボルトはまあ 100% だから外れない。で、確定2発かな。まあ命中安定できたか。回復してこなければ、倒せるけど、あ、回復してこない。オッケー。いや、きついね。来週は、答えましょう。
あとメラメラバーンを覚えさせてくれよかったわ。つぶやさん負けてる、いやどうだろう、あ負けてるな多分。ヒューマオルとか、あでも割と効くね。じゃあ、まあ、前行石化でダメージを入れて、次いい傷薬を入れようか。ごめんごめんごめん、レベル上げをちょっと怠ってたばっかりに。はい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 、ちょっと1バブルでダメージ入れながら回復しようか。ごめんごめんごめん、ハッフー。でもう一回いい傷薬、おい回復しきらんな。でもう一回キンキバブルかな、キンキバブルからの電光石火にしようか。あぶねえ、ごめん3回目3回ごめんごめんごめん、イブあかん、ゆきあおいさんのファンに叩かれそう。電光石火けえ、ギリギリ倒した。まあ、実力的には完全に負けてましたけど、完全にマティスの方が上やったけどな。さすがやな、さすが勝者だけある。実力的には完全にマティスさんの方が上だと思います。まあ確かにこんな負け方すれば、確かにそれは悔しがるような。そこは素直によ喜ばれへんわ。あん、スペシャルな、通算言うように、これ見よう気持ちねえ。あ、サインだ。これさ、多分、ウルトラサンムーンの主人公の家に飾ってあった関東のジムリーダーのサインって、この人どうだよな、多分。ジュマモルト、はーい。じゃあ、出ましょう。まあ、結構バッチをもらえばいいんだよ。ふう、見てた傷薬めっちゃ使ったけど、はい戻りましょう。ありがとうございます。海水浴、ほう、あはいありがとうございます。まあ一回って追い出されたんですけど、まあディグダとダグドリアしかおらんけどな。じゃあ行ったら多分、そう、クチバジム挑んでから戻ってこいみたいなこと言ってたのが、もういなくなってるのか。なんで行けないんだろう、行けなかったんだろう。リメイク前だと普通に行けたんだけどな。ディグとダグトリオしかいないよね。これさ、ファイアレッド、リーフグリーンのさ、ディグとダグトリオがさ、穴を掘るじゃないわ。特性アリ地獄だから、逃げられないみたいなのが結構、あって結構きつかったんですけど、今回その心配ないからね。特性がないし、そもそも、バトルにならんしな。はいはいはい。で、おじさん。ああ、次の岩山トンネルですね。で、で、ここに繋がってると。ディグダの穴ね。はい。で、こっちなんかアイテムあるかな？あるね。スーパーボールの3個は、これありがたい。結構ね、なんか、ごめん、ごめん、おかしい。
なんかポケモンがあんまり捕まえづらくなってるので、ありがたいね。モンスターボールだね。何ですか？あ、はい、あ、クラッシュか。中に入る？輝き、はあ、ほう、あ、これ岩山トンネルで使えるやつですね。技術は、あ、やっぱこれ、うん、なんか不思議な現象なんだな。確かに。てか、あの、人間が輝きを覚えるっていう、まあなんかそれはそれはおかしいけどな。シェイ、はーい、まあそうですね。ああ、セーフ変わらねえのか。おう、行くぜ。ああ、シンくんいるじゃん。死ぬ、また。ああ、一緒に行く。おう、あー、声戻ってきたか。ほう、ほう、バーイ。どうしようか、一旦戻ります。はい、戻ってまいりました。はい、なんかあると思う。コンバット。コンバット。お、アイテム。リーフの石か。まだ使えないね。後使うことはあると思うけど。そう、まあリーフェイがね、出てこないので、EV はリーフェイには進化できないですね。じゃあ、戻りますか。はい、ニビシティ来ました。ここね、通れるんですね。はい。はい。社会します。ほう、読めたり、せんかせんか。はい、わかりやすい。あ、プテラですかね。はい、あ、見ました。はい、ティギダナが右に行ったところですね。まあいいですね。そんな毎日途中で2つ目を変えたポケモンも迷惑やろう。で、ここは、あー、カビゴンですかね。あ、違うわ。あ、どうも助手。ジャッジ機能をどうだっけ？あ、多いか。OK。おー、まあ、あの、ポケモンホーム経由で連れてきたりしてるんで、いるっちゃいるか。じゃあ、見てみようかな、ジャッジ機能。ポケモンボックスのジャッジ機能。様子見る。あ、あ、わかったわかったわかった。様子を見る。エゴ？ Y。 ああ、6V なんや。へえ。おお、かなりいい。エゴ？ああ、そんなにか。
なるほど、なるほど。なるほど、次はそのルートですね。見えてんのかな、角度的に。やっぱ右のはずやけど、絶対右のやつで見た方が見やすいと思うけど。で、あ、こいつだ。はい、今はどうしようもないですね。はい、回り見します。通してください。取りたいです。車内で回りにします。はい、戻ってきました。せっかくシーンに連れてきてもらったのにすまんな。さあさあさあ、そこは避けれないかな。まあ戦おう。避けれない戦闘を戦おう。うるせえな、カマはどっちだ。お、EV、 まさかの EV ミラー。21、割れ高いね。さあメスやん、珍しいな。 EV って結構メスの確率が結構低くて91とかだった気するんですよね。よいしょ。はい、ありがとうございます。あゆみさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、教えてもらいました。はい、で、まあ避けられる戦闘をね、避けていくスタイルで。はい、そうですね。で、多分上だと思うんだけど、なんかアイテムあったっけ。あ、まあトレーナーか、山男か。先行こう。まあここも避けれないかな。なんだけど、なんなんだよ。その先を言いなさい。なんかあるのか。なんかまあ輝きを覚えてないとこかな。サンド。これはまあまあ生き生きバブルで。ワンパンでしょ。じゃい。いや、かわいいな。そう。次は何だい？ラッタか。あ、困りや。人道蹴り。あ、助けない。はい、ありがとうございました。あ、スーパーボールありがたい。そうそうそう、何個のアイテム。あ、手間違えるんだよな。ちょ、まあピカチュウも覚えるかい。まあピカチュウバージョンではピカチュウが覚えるからな。ここは避けれる。はい、10番の次かな。はい、じゃあ今回ね、ちょっとこの辺で終わりにしておきたいと思います。ちょっと中途半端ですよ、音色で起きたけど。まあ、ちょっとアイテムだけ取って。はい、ということで今回ここで終わりにしたいと思います。ブラボアイル、ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。
Bye.